すみっこ暮らしの朝ごはん作り。おーらいおーらい、すみっこキッチンバスの到着です。キャー、何これ、めちゃめちゃ寒いんですけど。これなら絶対すみっこっぽいご飯作れるっちでしょ。材料もたくさん買ってきたにゃ。おお、二人ともこんなにたくさん、ありがとね。それではまず何のご飯から作りますか。すみっこご飯作り頑張れって応援してくれる子はグッドボタン押してっち。それじゃあ朝におすすめのお味噌汁にしようっち。いいね。お味噌汁はお腹を優しく温めてくれて、体が元気に動くための準備をしてくれるんだよね。さあお味噌を溶いていくよ。溶けてきたね。優しく優しく溶いていくよ。いい色になってきたっちよ。だしが入ってるからか香りもとってもいいっち。うんうん、上出来。それじゃあ具材を入れていこうか。今日は栄養たっぷりお豆腐とわかめを入れちゃうよ。早速調理開始。うわー、すっごくプルプル。それにお豆腐はお腹の中ですぐ溶けて、体が力を出す元気の元になってくれるから、お豆腐は朝にぴったりの食材なんだ。食べやすくカットするぞ。切れたらわかめ、これをチョキチョキ切ってお味噌汁の中に入れちゃおう。うわー、リアルリアル、めっちゃ本物みたい。なんとわかめそのものだにゃ。それじゃあ切ったお豆腐も入れていこう。みんな見て見て、もう本当にリアルすぎない？最高の料理ができたよ。お味噌汁用の器に注ぎましたら、最後にとっておきの仕上げをしますよ。タピオカのお麩投入。うわー、かわいい。まるでお味噌汁の中を泳いでるみたいだね。これぞすみっこ朝ごはん。できたら配膳してみよう。お味噌汁の位置は自分から見て右側、ここに置こうね。食べ物の位置って決まってるんだっちね。勉強になったにゃ。それじゃあ次は卵作り。それではこの黒いフライパンで卵を焼いていきますにゃ。焼くために必要なものはこちらの油。あ、油なんかパラパラだけど。これは最新の固形の油なんだよにゃ。さてさて、焼く準備ができましたよ。卵の素を用意していく。なにこれ、なんか目玉焼きの絵は書いてあるけど卵なの？まあまあ、すっごいことになるから見ててにゃいよ。この白い正体は何なのか今お見せしますにゃ。せーの、ポン。これって目玉焼きじゃん。めちゃくちゃパチパチ言ってるよ。面白いっちね。とっても美味しそうでしょ。そしてさらに味付け味付け、しっかり焼いていくよ。うんうん、いい音いい音。そしてナイフで切り刻んでいくよ。おー、楽しい。僕もやってみるね。一回ひっくり返してみよう。おー、くにゃくにゃする。よいしょ。そしてこうやって潰して、全部潰して混ざったら、すみっこ料理になるための魔法の調味料、こちらも開けていく。ケチャップみたいで美味しそうだね。うん、これを混ぜていくと出来上がるはずなんだ。すみっこ卵になーれ、すみっこ卵になーれ。やったー、来たこれ。うわー、すごいすごい、エビフライの卵じゃん。あれ、しかもよく見たら中に何かまだ入ってるぞ。これは一体何だろう。ふっふっふ、僕の料理は特別だからね。あ、白くな。中に入ってたのはなんと白くまの厚焼き卵と猫のオムライスでした。えへん、一度に3つの卵料理を作ったにゃー。
こりゃたまげました。次次、おかずとご飯どっちから作るっち。やっぱりご飯がないと始まらないでしょ。うん、だからキャラクターご飯作っちゃおう。ってこれアンパンマンのおにぎりじゃん。テーマはすみっこ朝ご飯じゃなかったの？大丈夫、ちゃんとすみっこ朝ご飯に似合うようなものを作るから見てて。まずは僕の顔のおにぎりを準備して梅干しを入れる。よし、これで梅干しおにぎりの完成。そして次はこちらの海苔。海苔を僕の顔の周りにくるくるくるっと巻き寿司みたいに巻きつけていくよ。これを炊飯器の中に入れます。次はバイキンマンおにぎり。こちらの具材の中身は鮭にしよう。よし、入った。そしたらこちらの海苔をまたまたくるくるっと巻きつけます。これを炊飯器の中に一緒に入れる。わー、めちゃくちゃぎゅうぎゅうだ。一体どうなんの？どうなるかは出来上がってからのお楽しみっち。ピどうなってるか開けてみよ。おお、あつあつふっかほかのすみっこおにぎりができた。中身の梅もちゃんと入ってるね。おや、中に何かまだ入ってるね。こら、猫と鮭のおかず。すごい、バイキンマン鮭おにぎりがこんな可愛いすみっこになるなんて思いもしなかったよ。鮭を枕にしてるようなデザインも本当に可愛いね。ま、じゃあ次は揚げ揚げおかず作りますか。それじゃあ材料を切っていくぞ。まずは朝に不足しがちなタンパク質をしっかり取るためにお肉やお魚料理を作っていくぞ。お魚も食べやすい大きさにスライス。どんどん衣に入れちゃうぞ。エビちゃんもイン。まぶしてまぶしてまぶして油でじゅわっと揚げてくぞ。エビフライととんかつ油で揚げます。わー、美味しそうな焼き色がついていってるっちよ。お魚のフライはフライパンで焼いていこう。やくろ、斬新な料理方法だね。キャベツの千切りを入れてこれでオッケー。料理していくぞ。あれ、なんか形が変わった。お、なんだかこの形海っ子っぽいね。ほんとっち。あー、そしてこっちのお魚料理は大成功みたいだっちよ。エビフライの尻尾の友達のアジフライの尻尾ちゃん。これはこれで完成っちか。これじゃあまだ隅っこっぽさ出るでしょ。でも中に何か入りそうだよね。そうやってとんかつとエビフライの尻尾を作っておきました。この子たちを作った衣の中に入れて完璧。かわいすぎる。お布団に入ってるみたいなところがたまらないでしょ。さらにアジフライにソースをかけてるトカゲも置いちゃって、アゲアゲパーティーをもっと盛り上げよう。そんなのじゃ、エビフライの尻尾ウインナーもオイラ作ったから置いてっちよ。いいじゃん、最高に可愛いよ。じゃあ僕も赤ちゃんおにぎりを置いて仕上げしちゃおうっと。うわー、最高のすみっこご飯になってきた。おふ追加したんだね。それじゃあ残りは納豆一つだにゃ。オープン。あや、なにこれ、全然粘り気がないじゃん。なんかパラパラなんだけど。これは納豆の素を入れないとダメだよ。粘り気を出すためにしっかりとトロトロを入れて、レッツラ混ぜ混ぜ。ネバネバになーれ、ネバネバになーれ。よーし、やった、大成功だ。よく伸びてとっても美味しそうだね。そして超美味しい納豆のアレンジ料理、
ちくわとペンギンキュウリを合体。こちらを添えまして、最後にデザートである白くまりんごを添えたら、朝から可愛くて幸せ最高ハッピー、すみっこ朝ごはんの完成です。こんな朝ごはん可愛すぎる。でも可愛すぎて食べれないよって思った子、評価をぜひよろしくお願いします。たまごマミーでは子供たちが楽しめる動画を公開中。チャンネル登録もぜひしてくださいね。それじゃあまた次の動画でな。